北朝鮮のショートトラック代表チームのチョンワンボムがロシア出身のオリンピック選手らと一緒に練習を行った。チョンワンボムは5日、エハラカンヌーアイスアリーナで開かれた2018ピョンチャン冬季オリンピック公式練習に参加した。チョンワンボムはこの日、ロシアの選手たちと一緒に練習を行った。猿2日、 上練習で負傷したチェウンソンは三日目も姿を現さなかった。前日、ユンチョル監督はチェウンソンについて、好転している。本人の意思にかかっている。しっかり休んでいると述べた。練習は50分間行われ終了した。チョンガンボムは共同取材区域を過ぎ、速やかに競技場の外へ出ていった。 取材陣からの質問には沈黙だった。アイスアリーナの関係者がチョンワンボムにインタビューをしてほしいと何度も話したが、反応しなかった。すると取材陣のうちの一人が、長く待ったので、少し話してくださいと大きく叫んだりもした。チョンワンボムはしばらくためらっていたが、結局、 口を開くことなく競技場を後にした。一方、北朝鮮のショートトラック代表チームはこの日、これ以上の練習日程は入っていない。